上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。打順はトップに帰って三森。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球打ち、これはどうか。さあこの終盤、一塁には同点のランナーです。バッターボックスには佐藤、そして塁上には三森。まあとストレート打っていった。さあマリーンズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。ホームランも警戒しないといけないバッターですね。そうですよね。まあただピンチ、しっかり捉えた。ホークス同点、3対3。マリーンズなおも三塁二塁のピンチ。さあそしてバッターボックスにはグラシアルが入っています。まあ嫌なバッターが続きますけど、集中を切らさずにいってほしいですよね。さあなおもピンチが続きます。まあここをしっかり抑えて味方の勝ち越しを呼び込みたいですよね。打ち上げた、大きいぞ。2球目は何で来るか。いい当たり、ホークス勝ち越しました。4対3、マリーンズなおも三塁一塁のピンチ。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。まあなるほどね、それは逆に考えるわけですね。勝ったホークス、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。